You're currently watching Duckman Yoshi TV. 初のウィザーズトーク。What's going on, guys? Duckman Yoshi です。一つアイデアがあって、結構ね YouTube の視聴回数も安定してきたので、皆さんと SNS なんかを絡めていったアクティビティなんかはどうかなと思いまして、例えば僕がお題を出して、それをみんなが SNS で発表して、その中で僕がいいなと思ったものを動画で発表していくとかね。例えばバスケに関する五七五とかね。例えばバスケだったらフリースロー、試合になると入らない五七五ね。 NBA だったらレブロンと眉毛がいたら勝てるはずね、五七五ね。多少の字余りは良しとします。それを Twitter や Instagram で僕をタグ付けして投稿してみてください。そしたら僕に通知が来て、その中でいいなと思ったものをどんどん動画の中で発表していきます。アットマークダンクマンヨシでタグ付けできるので、 Twitter の場合は普通にツイートするときに僕のその名前をタグ付けして、 Instagram の場合はストーリーに僕の名前をタグ付けする、あるいは投稿でタグ付けしても OK です。興味がある方はぜひ参加してみてください。あともう一つ聞きたいことがあって、今週末オールスターウィークエンドじゃないですか。そのオールスターのイベントを見ながらライブ配信とかどうかなとか今ちらっと思ったんですけど、例えばダンコンテストを見ながらね、この僕のダンクマニアとしての解説を皆さんと共有しながら見るっていうね。もちろんテレビ画面とかはね著作権のあれで映せないんですけど、でもそんなのもね需要がなかったらやる意味ないと思うんで、もしもそれ見たいと思う方はコメントください。ほんで今日の企画は皆さんのリクエストに答える動画となります。ウィザーズトークを見たいっていうリクエストをかなり見たので、普通にいつも通りレイカーズトークをやってるスタイルで、前回のウィザーズの試合、ウィザーズ対ニックスの試合を振り返っていきたいと思うんですけど、これに関してもね初めての試みなんで、こんな感じでいいよとか、いや思ってた感じとちょっと違うとか、その辺のフィードバックもあったらぜひぜひ教えてください。で今回はそれがメインなんですけど、オープニングトークで今回のダンクコンテストの見どころについて少しだけ話したいと思います。ちょっとその内容に入る前にこのダンク見てほしいんですけど、やばいですよね。ザック・ラビン選手今回出ないんですが、フリースローラインからの360度、これもちろん失敗してるんですが、いまだかつてこのダンクを成功させた人はいないと。まず概念としてないじゃないですか、フリースローラインから360度回転してダンクをするって。トライできてるだけでもすごいんですけど、本当に今回ダンクコンテスト出ないのが惜しまれますよね。なんかインタビューによると、ギリギリまで3ポイントコンテストとダンクコンテスト両方出るか片方だけにするか迷ってたみたいなんですけど、今回は3ポイントコンテストだけに集中すると決めたそうですね。もしもザック・ラビンが3ポイントコンテストで優勝したら、史上初めてダンクコンテストとスリーポイントコンテストを優勝した人物となるそうです。はい、ということでオープニングトークのダンクコンテストの見どころ見ていきましょう。この僕が今から言っていくポイントっていうのは、普通にダンクコンテスト見るよりもこういった豆知識とかポイントを理解した上で見たらもっと楽しめるかもしれないよっていう豆知識を、豆知識ってほどでもないけど情報を皆さんと共有していきたいと思います。今回出る人はドワイト・ハワードとパット・コノートンとアラン・ゴードンとデレック・ジョーンズ・ジュニアね。まず一つ見てほしいのは、片足で踏み切る場合と両足で踏み切る場合ってもう全くスタイルが変わってくるんですよね。レブロン・ジェームスとかザック・ラビンなんかは大体片足で踏み切ってますよね。両足の踏み切りで有名どころはアラン・ゴードンとかね。片足で踏み切ってる場合のポイントは、片足で踏み切ってるからスピードが速いんですよね。でもその分距離が出て、曲線で言うとこういう感じ、距離は出るんですけど片足で踏み切る分速いと。だからフリースローラインからのダンクとかそういったものに適してますよね。これに対して両足で踏み切る場合はスピードはより落ちるんですが、その分滞空時間が長くなります。曲線で言うとこういう感じですね。そして今回の出場者全員両足跳びです。片足跳びでもできるんでしょうけど、動画見てる限りみんな両足で跳んでますよね。だから今回フリースローラインからのダンクとかはないと思うんですが、そういったこの高さね、滞空時間を生かせるようなダンクをたくさんやっていくと思うので、その辺に注目して見ていただけたら面白いと思います。はい、それでは次のポイント。毎年毎年ね、人を飛び越えるダンクっていうのはあるんですけど、だいたいボールをねここでこう持ってる場合が多いんですけど、それでね押してやる場合が結構あるんですよね。これを押すと押さないで結構違ってて、押すとかなり高さが増すんですよ。だからこうダンクマニアの間ではこれを押す押さないっていうのも結構見てて、やはり押さないで純粋なジャンプ力だけでやってる方が凄さは増しますよね。でも押してる人は明らかに押してるんですよね、こう飛び箱みたいに。まあ、そういうとこも見てると面白いんじゃないですかね。ってな感じでダンクコンテストの見どころはこんなところにして、メイントークのウィザーズトークやっていきましょう。
ワシントンウィザーズはマディソンスクエアガーデンでニューヨークニックスと試合を行いましたね。ウィザーズはこのアリーナでニックス相手に過去12回中11回勝ってます。とても得意にしてる相手だったんですが、ブラッドリー・ビール選手が30得点と大活躍をして114対96で勝ちましたね。第4クォーター始まったくらいの時はまだ80対77と結構競ってたんですが、そこからニックスの8点に対しウィザーズは24得点積み上げました。この24得点のうちの10得点はブラッドリー・ビールによるものです。監督のスコット・ブルックスさんも前半は良くなかったが後半はウィザーズらしいバスケットができたと語っておりました。ワシントンウィザーズはここ7試合中5試合勝っており好調ですね。プレーオフレースでも現在ウィザーズは9位に位置づけており、8位のオーランドマジックまで3ゲーム差と迫っております。全然狙える位置にいると思うので、この調子でオールスターゲームの後も調子を上げていってほしいですよね。ブラッドリー・ビール選手はオールスターには選ばれなかったんですが大活躍でしたね。ちなみに彼の平均得点は現在29点ぐらいで、これはそのシーズンにオールスターに選ばれなかった選手の中では歴代最高の平均得点だそうです。そうですよね、普通これだけのスタッツを残していたら選ばれますよね。試合後にブラッドリー・ビール選手はマディソンスクエアガーデンでやるのは好きだと、ここでやるとやる気が上がってくると、そういう風に話しておりました。それとプレーオフレースに関しても現在の立ち位置としては悪くないと、オールスターゲーム後に絶対にのし上がっていくと、そういう風に話しておりました。その他気になったスタッツはデイビス・バルタン選手が16得点、アイザック・ボンガ選手が13得点、そしてトロイ・ブラウン選手が11得点。ちなみに今のところワシントン・ウィザーズの選手で全試合出続けてる選手はイッシュ・スミスのみだそうです。そして気になる八村選手のスタッツは8得点5リバウンド1アシストでしたね。シュートの成功率は 43% でターンオーバーは1本犯しました。ですがプラスマイナスの部分に関してはチームトップビール選手の16に次いで14と、この部分では高い数字を残しましたね。彼に関しては今回のライジングスターズも出るので、そこでも彼がどのようなプレーをするのか注目ですね。そしてこの試合はクリッパーズから移籍して初めてモー・ハークレス選手がニューヨークニックスとしてデビューしました。そんな彼は4ポイント5リバウンド1アシストの成績でした。ワシントンウィザーズの次の試合は2月21日にクリブランドキャバリアーズと行われます。はい、ここからは NBA ニュースです。ミローキーバックスのヤニス・アデトクンポ選手はバスケットに集中したいという理由で現在彼に来ている CM や映画のオファーを全て断っているそうです。怪我をしたブレイザーズのデミアン・リラード選手は1週間から2週間戦線離脱するそうです。マイミヒートのデレック・ジョーン・ジュニア選手は今回のダンクコンテストにおいて全てのダンクにおいて満点の50得点を出す自信があるそうです。ライジングスターズにおいてディアンドレ・エイトン選手に代わってペリカンズのニコラ・メリ選手が代わって出るそうです。ボストン・セルティックスが現在フリーのアイザイア・トーマス選手を獲得するという噂がありましたが、ボストン・セルティックスはこれを否定しました。デトロイト・ピストンズのディレック・ローズ選手はいずれはシカゴ・ブルーズに戻りたいと、そういったコメントを残しました。ロサンゼルス・クリッパーズのポール・ジョージ選手は審判に暴言を吐いたとして約350万円の罰金を課せられました。ロサンゼルス・クリッパーズのポール・ジョージ選手は太ももを負傷し今後詳しい検査を行っていくそうです。ボストン・セルティックスは来シーズンケビン・ガーネット選手の永久欠番式を行うそうです。ここ35年間においてルーキーとして10試合連続で20得点以上を記録したのはザイオン・ウィリアムソン選手が初だそうです。世界に1枚しかないレブロン・ジェームスとマイケル・ジョーダンのこのバスケのカード、これなんですけど、これがバスケカードとしては世界記録の約9000万円で落札されたそうです。はい、今回もこのゲームを行います。今回はヒューストン・ロケッツです。15得点を使ってあなただけのスタメンを作ってみてください。今回はね、いろいろ情報がありましたが、皆さんのフィードバックをコメントしていただけると本当にありがたいので、ぜひぜひコメントしてください。てな感じで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。